にちは、 S&D です。今日はアンダーパスでのロングパスの練習を行っていきます。ブロックのワンタッチで遠くに行ったところからセッターへ持っていくときや、オーバーパスでは届かない距離での2段トスなどに使用していきます。アンダーの2段トスは普通のパスとは違って腕を大きく振っていきます。ボールがなるべくこっちの回転ではなく無回転か逆回転をかけて、スパイカーが打ちやすいようにする、もしくはセッターがトスを上げやすいようなボールを出していきましょう。自分の正面に持っていって、このままこういう風に2段トスを上げると前回転のボールになるか、うまく体が使えません。なので正面の場合はどちらかに開いて、自分の右側にボールが来た場合は右、左に来た時は左に半身になります。そして手は後ろにある足の方からボールを持ち上げるようにトスを上げていきます。最後まで持っていきたいところに手を残していきましょう。練習は2人組で相手にボールを投げてもらって、自分でどちらかに開いてトスを上げていくことから始めていきましょう。対人パスの中に取り入れてもいいと思います。ではやっていきましょう。まずは落下点を予測して、そこに早く入ることを意識しましょう。ボールが放物線を描いて落ちるときに、どこを頂点に持っていくかというイメージもしていきましょう。距離が長いパスほどボールに力が加わりやすいので、より優しいボールを返していけるように練習していきましょう。今日の動画は以上となります。ありがとうございました。